どうも、IS120% アア男、ブス島です。トワイライトシンドローム探索編続きをやっていきたいと思います。はい、第4の技、7不思議です。はい、美術室まで前回やっていきましたけど、その続きをやっていきたいかと思います。さあ、次はどこあと、何個だ階段とかそういうやつかあ、ここから近いのは、あ、ちゃんとサポートしてくれますね。階段降りてすぐ右のドア。不思議、その6。 黒猫の死体にあるプレハブに出れますよと。じゃあ行ってみましょう。なんかミカちゃんくるくるしてたな。えっ、ー、と、降りて右ってことはこっちか。ここが一番な,な、そのプレハブですね、と。うん、おミカちゃん。よし。そっから、うん、扉行けますと。はい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 行きましょう。これのことかなあ、これではない。どこだここ。このドアから中庭に出れますよ。プレハブ行きます 行きましょう。よいしょ、せっかくだしね。行きましょう、行きましょう。いおー、あこれ、あれじゃん、焼却炉のところだ。は、なるほど、ここが。そう、ここ、そう、第6の不思議。黒猫の死体が葬られてる赤津ずの道具入れにあるプレハブ。だけど、装具用具入れなんかあった、プレハブに。おお、もう開けてんのかい。<laughs> ミカちゃん手早えなおこれで中に入っていく感じかおおやっぱ音怖いなこのゲームおおちゃんとおープレハブだ埃っぽいなーえー、なんか聞こえなかった今この不思議はねちょっといい話のおまけ付きなのハート <laughs> まあそれでどんな話したくてしょうがないくせにあれ珍しく積極的ですね いつもそうだといいのになあうるさいなもういいよ言わなくても嘘嘘聞いて聞いてお話しすぎですね以前ここに2匹の黒猫がいましたその2人はすごく仲がよくていつ見ても一緒でしたしかしある時オス猫の方が突然いなくなってしまったんですほうあ結構演出怖いあららららら,らでど,どうなったんだよ うん、突然いなくなってどうなっちゃったのよ <laughs> でもオス猫がいなくなった翌日からメス猫はなぜか夜中に夜中ここに来て寂しそうに泣くんですよそのうちこんな噂が広がり始めたんですオス猫は実は人間に殺されてその死体がこの掃除ログ入れの中に隠されているってメス猫はそれを知ってて毎晩ここへやってきて泣くんだってそしてその 悲しそうな声に死んだはずのオオスネコが答えた時道具入れの扉が開くんですふーんでそれのどこがいい話なのえー、死んでもなお愛し合うっていうのがグッとくるじゃないですか情緒ってもんが足りませんよ先輩あんたに言われたくないよ <laughs> まあ確かにな <laughs> あーこれかふん なんかいかにもって感じ。いや、そもそも猫入れねえだろ。なんか生臭くないえ、そうなんだ。嫌な感じだよね。信憑性が上がったって思うべきですよ。いや、白骨化してたら生臭さもねえだろう。うゆかりちゃん、本当に開けるのもし死体が腐ってたりしたら、うん。ありえないことじゃないよ。うん、だけど気になるよと、うん。確かめるだけはね。うん。それをやりに来たんだし。 That's right. <laughs> That's right じゃねえよ。<laughs> あれ <laughs> ガタガタ。結構乱暴だな。うん。結構乱暴ですね。<laughs> あれとりあえず赤ずの掃除、ん掃除道具入れってのは本当みたいですね。それが落ちだったら暴れるよ。あたし。どうするま、ここはあたしの出番ってね。 いや有能だなミカちゃんなんかスカートに顔うずめてっけどなこれだと <laughs> あこれブス島がやりあやりたいじゃないな、うん、ダメそうだね錆びちゃってて受け付かない今日の装備じゃちょっと無理かも何かロッカーを開けられるものを探すしかないわねうんかじゃあこの辺探してみっか何か何か使えそうなものあるうん、うん、ロープとかどうすっとぼけてるとこれでいたずらしちゃいますよあ参加するあじゃあない ごめんなさいうーんなんかドライバーとかそういうのねえのかなバールとかふんふんあれこっちも開かずのロッカー猫こっちだったりするいや違うはずですけどこれだったら多分開けられますよどうします開けてみて開けましょうそうだねだったら話早いしラジャーもうほうほうのっす今度は千里のスカートに顔をいずめるミカ <laughs> もうお、開いたか。ほー。どれどれなんか入ってっかおーバーンとかないよ。オープンザ・セサミー。<laughs> 開け込めじゃねえよ。猫はいない。ね。うん。だから、それは掃除用具入れの方。あ、ドライバーがあるよ。本当にドライバーあったよ。これでこじ開けられないかな。オッケー、オッケーですよ。それがあれば簡単に開けられるって。こいつら犯罪者だな。 どれ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 よいしょ開けましょうか本当にこれで開くのなんとかなりますってまあ確かにな結構乱暴に開けるけど暇あるんだよなボロいのに結構しびといやっぱり素直に鍵探した方がよくないうんあ,あこんな喋り方しないなあい <laughs> ちさとは開かなくなったりしないかないやこれで開けるだなうーん もう緩くなってきてるから多分いけると思うんだよね。結構力任せだな。<laughs> この JK たちは。おあ、開いた。おいい音ですね。あ、開いた。<laughs> え、猫の声か、これ。ロッカーの中はだな。ロッカーの中を見ましょう。一番気になる。ん なんだな、猫いねえかそっち。何猫いるよな。え、猫、緊急発信、プレッキーズ。<laughs> 餌か。猫の餌 <laughs> おーおぉ、ヌコヌコ。かわいいね。おお猫ですね。ペロペロしてますね。誰かが内緒で飼ってたんだね。で、黒猫の死体はそりゃあくまでも噂ってことで。猫だもんね。 色気より食い気か。<laughs> <laughs> 飢えてんのお前。おお、動物には優しいゆかりちゃん。ほら食べな。お前、お前の餌なんて取らないよ。まあ、そうだな。<laughs> さあ、次行きましょう、次。そうだな。さすがに動物の餌、ブス島も取らんな。これが噂ってわけか。<laughs> じゃあ次は。えーと、今度こっちかな。どっちだろう 全然わかんねえんだよな。よい,いしょ。次はどこ行けばいい図書室です。渡り廊下で休校舎に行きましょう。その3は幽霊の話し声が聞けるってやつ。図書室は渡り廊下を渡ってすぐ右と。ここですね。いや、広いな渡り廊下渡って、おお,お,おすぐ右と。先輩ここまで来たら次その3、ああ、まあ確かめませんだね。はい。行きましょう。 すぐそこだから。行きましょう。おーし。これで、あ、これか。よいしょ。その3、幽霊の話し声がする、他社室、イエーイって感じですね。もう、なんといってもこの話には目撃者というか聞いたっていう人が、証人が多いんです。証人ね。話し声って、中で宿直がなんてオチじゃないでしょうね。先輩、つまんないツッコミしないでよ。 いいよく考えてみてください宿直が図書室で独り言ブツブツ言ってるってなわけないかでしょよしじゃあちょっと中の様子調べてみようだなみかちょっと場所変わって誰もいませんっていいからほうほうおお聞き耳を立てるってことうんほら何も聞こえないでしょ聞こえる えこれってどうしたんです先輩し黙って何、うんゆかりちゃん話し声じゃないけど誰かいるみたいそれそれだよその不思議そのさん入って調べてみようだな、うん、入って調べよううーんま入ってみないことには何も始まんないかそうそうそうですよ足使わなきゃ足慎重にね おー怖えなおーとりあえずここには誰もいないかおー怖えな図書室。ほらほら落とすんじゃんこれ不思議そのさんでも話し声ってわけじゃないよもしかして誰かいるんじゃ、うん、確かめなくちゃうんこの部屋からじゃないよね司書室の方からみたい、うんああそこかどれどれでも 誰かいたらおおちゃんと聞きに立ってる。幽霊にしたらなんか変じゃないだけどおかしいじゃないですか。こんな時間、こんなところに普通人なんかいませんよ。まあな。おお変わった。おおおぉ、ミカ、録音して。待って、MD 回しますから。<laughs> MD なんて懐かしいな。でで,でも田村先生僕らは教師なんですよ うんこの声、聞き覚えが。うん新倉先生の声に似てる。もう片方、田村もしかする。いや、ブス島もそう思った。ちょっと見か。あんた今、すっごく下世話な想像してない。いや、ブス島も。 と思ってて聞いまましたけどあ、わかりますそれ以外ないでしょ、これ。ま、まあね。ま、ゆっくり聞きましょう。こんなの、めったに聞けるもんじゃないですよ。あんたね。<laughs> でも、聞いてみたいよね。だよな <laughs>、これ <laughs>。でも、確かに面白そうだよね。もう、ゆかりちゃんも。<laughs> だって、女の子だもん <laughs>、こいつは <laughs>。 おっと、田村しつこい。ニグラの方はかなり嫌がってるみたいだね。止めた方が、やめた方が、冗談。なんかショック。ああ、ニグラって、弓道部の顧問だったもんね。<laughs> ちさと、てんてんてん。いつしま先輩、明日からまともに先生の顔見れませんね。<laughs>

マー <laughs> ちゃんだな完全に心配の音するし <laughs> こいつらだけは気持たせるだけ持たせてこれが落ちこんなうちへなへな歩兵力が抜けるよいいじゃない真相も分かったしあっちさとちゃんちさとなんかうれしそうな顔してるよ えー、そんなことないよー。<laughs> まあ、こういうオチでしたか。よいしょ、じゃあ、最後の、あれか、じゃあ、え、これで、あとは最後は階段か。階段と陸上部だったっけあと、えっ、ー、と、この階段と上でいいのかなどうなんだろう。よいしょ。よいしょ。あれ、もう行けないこっからき行けないから、じゃあ、 急行車か新校車に行かなきゃいけないとか、そんな感じ。あ、へえ、こんなのあるんだ。怖わで、これでいいのかなへえ、よくできてんななんか一瞬ドアにめり込んだけど、まあまあ、細かいことは言っちゃいけない。あ、これか。ここはずっとまっすぐ行ったとこが13階段って噂の場所ですよと。よし。これで最後か。 じゃああ違うあと陸上部っていうのもあったなまあとりあえずまあ一気に行っちゃいましょうかよいしょとこれでいや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 窓からベタとかなんか来ねえよな大丈夫だよなおおあこれかおなんか一瞬止まったぞこれが階段か、うん、その11が最後になっちゃった夜になると増える恐怖の13階段ここが 他の階段とどこが違うのだから、見た目は変わんないんでだってば。じゃ、始めるよ、うん。あ、ここ聞いとくか。ここもなんか違和感つきなわけもちろん、意味もなく出る例はいないよ。私たち、ん何、ん何とかでき、うん、しょうないワールドバイ。<laughs> ワード、ワーズバイ、しま先輩。あ <laughs>、か、ミカちゃん。 テレテレですねつしま先輩ってほんとリアクションがナチュナル <laughs> ミカはいはい分かってます分かってますあのね急行車が立ってすぐの頃の話この上にある踊り場に余分な机とかが置いてあったんですそれである時机を通りに来た1年生の男子が階段を踏み外して手に机なんか持ってるでしょバランスが取れないから 最上階から机と一一緒に一気に気真っ逆さまそれで廊下に頭から激突して首の骨を折って即死だってそれ以来この階段ではその子が霊が現れる夜階段の数が13段になるんだってほう決してブルマーを見るためではないんですねうんそれは違うねうんその辺り一体、うん、血の海だって知ってます 頭の傷ってすごく血が出るんですよ。うん、じゃあ、千里に聞いてみよう。千里、何か感じるううん、少なくとも人はいないよね。不気味なこと言うな。何その少なくとも人はって。こういうことだよね。もし階段が13段あったら、ここは不思議は本当ってこと。ただし、その時は階段に落ちたこの霊が。 ただの噂だと思うんだけど一応気をつけてねミカえ気をつけるって階段落ちるなって言ってんのは先輩やってくんないの何で私がやんのよだって先輩信じてないみたいだし怖いなんて言わないでしょあたし怖いもんくねくねくねね <laughs> 甘えんな <laughs> 何言ってんの言い出したやつがやるのが当然でしょ えー、そんな関係ないですよじゃあ一緒に行こうかダメ千里はすぐ甘やかすそんな美香ちゃんこれかわいいけどな <laughs> とっと言いと行ってこいブー <laughs> ちょっとおおここアニメーションなんだへえ142345

えな何か出んのおまマジかい ?13 段あったーちょっと見かうーんとりあえず放っておいてでいいや今見か13段とか言ってなかったうんねえゆかりちゃんどうするうーん数え間違いでしょうもう一回数えてみようかあいつバカだから数え間違えてるかもしれないしうん <laughs> 1,2,3,4,12,13。十12 13, 13段あるじゃん。13段あるよ、本当に。うん、ちょっと待てよ、だよこ、ここは。ねえ、ゆかりちゃん、少し様子を見てみよう。やっぱり私何も感じられない。<laughs> えう、うん。元から13段あったんじゃねえのやっぱり、何も起こんない。でもどうして、 いや、もともと13段あったとか、そういう落ちじゃねえの、これ。そしたら、ちょっと待って。2段増えて13階段 ?13 段 ?2 段増えて。ねえ、千里あの、ここの階段、昼間に上がったことあると思うどうしてだって、ここ2段増えて13段になるって階段、なんでしょうん。じゃあ、もしかして、あのバカ。千里バカ探すよ。うん。お いや、マジでそういうお家じゃねえだろうな。でも七不思議って割とそういうの多いからな。あ、ミカちゃんいた。いた。先輩無事でしたついてこないからどうなったかと。うん、そんなことどうでもいい。ミカ、あんたここの下調べやったは下調べ。昼間の階段の数ちゃんと調べたかって聞いてるの。え <laughs> まさか、昼間も13階段。なんてお家言わないでよ。マジかよ。 は、はははは,は、まじか。ど、どうなんだろう。やっぱり、知らないんだ。そんな情報で私らを連れ出すとは、いい度胸してるね。岸井さん。そんな先輩、ねえ。ゆかりちゃん、グーはダメだよ。<laughs> パーならいいのか。超パーはあ。はあじゃないって。全部んただの 自然現象じゃない。ああ、疲れた。もうバカバカしい。ミカ、よくこんなことに付き合わせてくれたね。でも結構面白かったよ。ドキドキしてたし。あ私はつまんなかった。そんな結論を早まらないでください。まだ不思議は残ってますよ。最後の1個。お、運動場に出る陸上部員の幽霊。そうだったね。もう疲れたよ。そんながわがまま言わずにね。ほうほうほう。 お、なんか、ローディング入ったけど。んああ、これで本当に何もなかったらどう責任取ってくれんのうーん、今度いい情報を書いたら一番に教える。で、どうですか一ミリも分かってないね、あんた。まあ,あ、これで終わりか。でさ、何度も言うけど、あたしらを無理に付き合わせる必要ってないんじゃない何言ってんです。本当は興味津々って。 感じなくせに、感じて、あんたね。いいあた、ちょ、ちょっと待って。ゆかりちゃん、あれ、あれ、は何あ走ってるってことだよ、ね、砂煙か、これ。あら。やだ、ほら、出た。今度こそ不思議そんなな、そのな砂煙を上げて校庭を走る陸上部の例、やっぱり出たでしょ。 よかったね、ミカちゃん。何がよかったでも、これって、本当に人なのかまだ決まったわけじゃないよ。また、そんなこと言ってないで、確かめてみよう。うん。あ、ん何、あって。O3。はあ、え <laughs> これ、二宮金次郎だよな、今のな。 今撤去されてるところ多いけどおうんもうこうなるわなミカもてんてんてんねえ一つ聞いていいはいあれのどこが陸上部員の幽霊なのいやいやいやうんだよな金次郎像でしたね絶対本物だと思っていや俺こっちの方がすごいと思うぞ惜しかったねいやいやそういう問題じゃないどこがこういううちいや七不思議じゃねえかよマジでほんと疲れた ミカんに付き合うといっつもこれ。ひどい先輩。そんなこと言うちさと、ラーメンでも食べていこう。うん、いいね。ちょ、ちょっと、あたしも行くって。<laughs> え、これクリアできなかったのかじゃあ。<laughs> 最後が、ああ,あいうおうかよ。ほーん。なんか、ねえ。 すごいネタとかはあったけど。お、記録中になりましたね。これで終わりかなじゃあ。確か、ここまでじゃなかったかな大吉であれば。中吉。おお、大吉だ。おお、やった。あもう一つの噂。第四。そう、第四で終わりだと。あ大吉一発出てたラッキーだ。おお。OK。で、次。最後。あもう一つの噂。これで終わりか。 はい。ということで、なんとかね、この、ひなしろ高校7節クリアできましたので、いや、一番 MF が一番難しかったかもしんない。で、これが最後か。じゃはい。ということでですね、とりあえず、ここで今回終わりにしたいかと思います。次回、もう一つの噂で。 お会いいたしましまょうそれでは最後までご視聴ありがとうございましたそれでは失礼いたしますブスジマでしたではでは裏技っていうかまあ有名な裏技ですけど無敵のマッコウクジラあなたに忠誠を近い今できるわけはねえだろうと文句を言いたいレベル16って結構鬼だなこれああチャチャチャ消えたああラッキーよかったこれであのレあ死んじゃった始められるとっていうのがあるんでどうしてもこれは最悪 常識では考えられない発言コンストラクションブス島あなたが体験するのは明日かもしれないご視聴ありがとうございましたチャンネル登録コメント高評価をしていただくと今後の励みになりますよろしくお願いいたします